話題の水球アニメリメインがテレビ朝日系にて好評放送中、そして配信中。水球選手実写特番初となる今回は高校水球部のキャストが大集結。結構みんなのことをアニメリメインの魅力をもっと知ってもらうために作戦会議。アニメを見ている人もこれから見る人もリメインがさらに面白くなる。テレビアニメリメイン特別番組、山並高校水球部作戦会議。放送中のアニメリメインの魅力をもっとね多くの人に知ってもらうために、みんなでいろいろと作戦会議をしていこうじゃないかっていう番組なわけですよね。はい、本日はねアニメに出演されているキャストの皆様にお越しいただいております。お一人ずつ自己紹介と今日の作戦の発表をお願いいたします。今日の作戦の今日の作戦作戦の作戦ないよ。今日の作戦のもう作戦会議なんだからさ持ってきてるでしょ作戦。やべえ人が NC だぞ皆さんこんにちは、清水みなと役の上村優斗です。今日は大きい声を出します。よろしくお願いします。お願いします。岡栄太郎役西山幸太郎です。今日の作戦は大きい声を出します。元気。網浜修吾役斉藤相馬です。今日の作戦はみんなとチームになることありがとう。これご覧の方は、うん、網浜って誰まだ出てない。まだ皆さんね網浜ご覧いただいてない状態だもんね。はい、江尻武和役の古川誠です。今日の作戦は命大事にです。よろしくお願いします。何が。はい、牛窓義晴役の広瀬大輔です。今日は笑顔で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ラストは私でございます。城島城役の木村昴でございます。お願いいたします。はい、いやーやっぱ作戦としてはね、やっぱ今日はあの上手に進行を務めるというね、上手に小粋にね下の調べに乗せながら、ね、回していこうじゃないかと。優斗くんが MC じゃないんだね。あ、そうですね、まあ、主人公ですから。なぜ私が MC かと申しますと、はい、皆さん城、これ部の中ではどういったポジションですか。まあ、ムードメーカー。違うよ、それじゃない。違う性格の立ち位置じゃなくて、ちょだい。キャプテンとかですか。いや、自信持ってくださいよキャプテンなんですよ。やっぱもう司会進行もできなきゃいけないということでね、今日はね私がまとめ役としてね司会進行を務めさせていただきます。アニメリメインをさらに楽しむため、まずは水球というスポーツについて軽くご紹介。水球とは水泳競技の一種で、プールに作られたコート内でゴールにボールを入れ合い点数を競う競技でございます。ざっくり言うとプールで行われるサッカー的な、はいはい、ざっくりで違うよ、違うんだけどざっくりよ、ざっくりざっくりで、とにかく激しいから別名ホニャララと呼ばれているんですが、上村さんこれご存知ですか、はい、水中の格闘技。はい、それがこちらババッと水中の格闘技正解。いや、ガーサス。そしてこれオリンピックの正式種目として採用されておりまして、水球日本代表チームその愛称なんちゃらジャパンとかさ、なんちゃらジャパンみたいなのなんちゃら隊とかさ、どうですか広瀬さん、なんか思いついてます。水球やっちゃおう、イエイエイウォーウォー。何何何、イエイエイ、ちょっと待って、あのカットってオリンピック出れるかそれで見てみますか。見てみましょう。はい、正解ねこちらでございますよ。バラン、ポセイドンジャパンです。なるほど、ポセイドンでよかった。ポセイドンでよかった、ね、イエイエイウォーじゃなくてよかった、よかった。ちなみにアニメのタイトルにもなっているリメインですが、水球の反則技リメインオフサイドから取ったもの、現在はオフサイドという名前になっています。あのこれもね皆さん知っておくとアニメがまたねグッと魅力的に ね見えるかもしれません、はい、リメイン。そんな水球をアニメにしたのが西田正文総監督。アニメ、ドラマなど数々の脚本を手掛ける西田総監督は今回、原作、総監督、シリーズ構成、全話脚本、音響監督と5つの役割を担うほどの力の入れよう。そしてもう一つの大切な情報が、学生時代監督は水球選手だったんです。役者やめた方がいい。それ一回やめた方がいい。絡めていきたいから。もう総監督
督が元水球選手、それは間違いないよね。じゃん、もう一回やります。もう一回、ちょっと頼むじゃん、先陣切って頼む。ちょっと、ガヤ担当。なんとですね、西田総監督、学生時代水球選手だったんです。イエーイ、これこれ。いや、気持ちいいわ。仲いいな、これ。仲いいし、いい物質。西田総監督の思いを真っ向から受け取ってアニメを作るのは、アニメ制作会社マッパ。やった。もう言わずと知れた超人気のアニメ制作会社さんでいらっしゃいますけども、もう本当も究極のタッグっていう感じですよね。古川さんどうですか、究極のタッグ、カメラ目線でいただくことって可能ですか。本気ですか。はい、どうしたんですか。せっかくの究極のタッグ、カメラ目線でお願いします。究極のダーク。意外な何か文句があるんですか。こんなに準備している暇なんてないんです。イケボの耳になってたんでしょ。ちょっとえじりっぽい感じなのかな。いや、そう台本ではカメラ目線としか書いてないでしょ。アニメリメインに登場する魅力的なキャラクターたち、それぞれが演じる山並高校の部員たちをキャスト自らご紹介します。清水みなとくんでございますけれどもね、はい、まあ、その記憶をね失った状態からまあスタートしていくんですが、そういう中でも常に前向きで、うん、結構みんなのことをよく見ていて、優しくってなんか朗らかで、なんかこう愛されるやっぱ主人公になってほしいなっていうことで、西田さんからもいろいろディレクションいただいていたので、なんかそういう中で楽しく柔らかくこう役作りさせていただいているみなとくんです。僕が声を担当しているのは岡栄太郎くんでございます。とにかくもう湊が大好き、うん、もう湊のことを追っかけて同じ高校に入学するぐらいまで好きだし、でもちょっと打算的な一面もあったりとかして、はいはい、第2話ではそれがね垣間見えたと思うんですけれども、うん、ちょっとトーンが下がって、まあ、体は合格だなみたいなこと言ったりとか、ちょっと二面性を感じれたりもするんじゃないかなっていうふうに思うので、そこが魅力だなと思います。私演じます城島ジョーですが、このキャラクターの特徴はね、なんといってもなんと名前なんですよ。上から読んでも城島ジョー、下から読んでも城島ジョーって。なるほど、すごくない。なかなかないよ。1話でもね、言ってましたもんね。水球を愛する一人の男としてその部活をねこう頑張ってるわけですけれども、その部がねもともとどんな部だったのか、これからどういう風になっていくのかっていうところにご注目いただきたいなと思いますし、やっぱりこうリーダーシップを発揮するねかっこいいキャラクターですので、やっぱりなんつうのリーダーフェチには刺さるかなっていう風に思ってます。リーダーフェチ。はい、網浜はまあまだねそんなに本編ではということなんですけれども、この人はもともと水泳をやってたんですよ。はいはいはい、水泳界ではトップクラスの実力を持っているんですけれども、うん、まあ、彼がねどういうふうにこう物語に関わってくるのかって、まあ水球部じゃないんで、まあそうだよね網浜は、うん、結構網浜はこう見た目もねちょっとクールな感じなんですけど、はいはい、結構エキセントリックな人です。だから台本読んだ時にすぐ相馬に連絡しちゃって、2人でいや網浜これめちゃめちゃ面白いよ。やばいやつだねっていうね、どうやばいのかっていうのをね、ちょっとぜひこの今後の放送で楽しんでいただきたいなと思いますね。はい、私が演じる江尻武和君なんですけれどもですね、熱い心を持って、うん、なんかいろいろ取り組んでいこうっていうところだったんですけれども、まああっという間に構成をしてですねあっという間に構成をして、水球部の仲間入りをするというような、でも決して悪いやつではないです。すげえ熱い人だし仲間思いだし、なんかこれから、まあ、登場したばかりですけれども、彼のねなんかこう生き様というか関わり方みたいなものを見ていただけるといいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。素晴らしいですね。はい、牛窓義晴です。はい、基本的にやっぱり声のボリュームが小さい子なんですよ。そうだね。そうなんですよ。なのでマイク前に立った時のお芝居のニュアンスがめちゃめちゃなんか新鮮で、はいはい、隣の人の会話ができないぐらい小さい声でもうこれマイク立ってますか、これくらいでやってくださいみたいな、本当にこれくらい聞こえない、こんな感じなのよ。
本当に監督のビジョンってすごいんだなって改めて思わされましたね。演技プランとかなんか僕も考えて一応持ってったんですけど、もっともっと引いて、もっとって島戸君はもっともっとちっちゃくてって、でそこから徐々に徐々に成長していくのが島戸君にとってのこのリメインの中でのストーリー性があるいいところだからっていうところなので、そうなんですね、今後の成長を見届けていただけたらなと。素晴らしい、いい話が聞けた。そして牛窓と共に入部した猪俣ババヤロ豊、ナイジェリア人の父を持つ心穏やかで優しい性格の持ち主、演じるのは畑中佑さん。それではここでアニメリメインの1話2話をまとめたダイジェスト映像をご覧いただきましょう。ということで、さあそれでは上村さん、はい、ぜひとも V 振りをお願いいたします。 V 振りを、あ、これちなみにあの水球選手っぽくぜひお願いいたします。水球選手っぽく、水球選手っぽくカメラ目線でお願いします。こちらで、はい、水球選手お願いします。イエイイエイウォーウォーVTR リメインスタート。交通事故から半年の時を経て病院で目を覚ました清水湊。中学時代水球の全国大会で優勝するほどの選手だったが、事故の影響で中学3年間の記憶は全て失われていた。リハビリ、リハビリと勉強を繰り返し1年留年して県立山並高等学校に進学。記憶とともに忘れてしまった水球に見切りをつけ、新たなスクールライフをエンジョイするはずだったが、中学時代の後輩岡栄太郎や水球部のキャプテン城島城の熱烈な勧誘、そして記憶があった頃に思いを寄せていた川久保千乃との約束。一応水球始めなさいよ、何もう諦めてんの。だって日本一なんて。じゃあ岡山一でもいいよ。湊は水球で高校日本一になることを約束していた。約束を守るため水球部に入ることを決意した湊。しかし入部した水球部は試合に必要な人数すら足りない状況。猪俣ババヤロ豊、集まった部員たちも一癖ありそうな面々ばかり。前途多難な山並高校水球部、一体この先どうなってしまうのか。記念すべきアニメ第1話、牛窓役の広瀬さんはとても感動したシーンがあったようで。あの城島城の、はいはい、あの部活勧誘して、うん、あの湊君の教室に来た時あるじゃないですか、はい、でみんなにこれ入ろうよって言って、でも反応が微妙だった時に、うんうんうん、ジョー君が一言そんなつまんねえみたいなこと、うん、なんかお前らみ なんだろう、そんなつまんねえこと言ってる、なんかすごいいいこと言ってましたね。覚えてないじゃん。いいセリフは覚えといてよ。伝わってこないのよ魅力が。なんて言ったんだっけ。誰か1年生の子たちが、そのだから、あんまなんかマイナーな部活だからっていうことを言ったら、いやメジャーかマイナーかで決めないで、自分がやりたいかどうかで決めろよって言うんですよ。刺さった。やばいよ。薄すぎる。もうないでしょ。覚えてないやつは刺さってないのよ。水球に欠かせないもの、それはチームプレイ。続いては山並高校水球部の絆を確かめるこちらのコーナー、みんなで協力絆チャレンジ。これから皆さんにはですね、あるチャレンジをしていただきますので、協力してクリアを目指してください。はい、ですね、頑張った人には MVP のご褒美もございますので、頑張るぞ。なんだろう。はい、ではまず最初にチャレンジするのは水球スロー。パスされた水球のボールをキャッチしゴールを狙う水球スロー。水球同様片手でキャッチをしてシュート、ゴールできなければ失敗となる。5人中3人が見事ゴールを決めれば絆成立。そしてゴール前にはもちろんキーパーが立ちふさがります。はい、番組スタッフさん手作りのゴールとキーパーでございました。いやすごい文化祭って感じですね。楽しい楽しい楽しい感じましたね。これ全力で投げちゃっていいんですか。西田総監督に確認を取りましたところ、
フルスイングでいいと。フルスイングで来てくれというふうにおっしゃっていただいてますので、ここはね、総監督の胸を借りるつもりで、皆さん遠慮なく言っちゃってください。遠慮なく、はい。トップバッターは牛窓役広瀬さん。追求スロースタート。ナイス、取れた。よいしょ。おお、難しいもんすか。ちょっとつかみにくいですね。んなんかみんな映像でパンってやってるのがすごいですね。うわ、そうなんだ。幸先のいいスタート。続いてはエジリ役古川さんの挑戦。追求スロースタート。力を出てちょっと何水中の競技だっつって。いや、さすがに監督に投げれないなと思って。でもゴールはゴールです。そうですか。いやー、どうもありがとうございます。疑惑の成功だが、次を決めれば絆成立。網浜役斉藤さんのチャレンジ。斉藤さんの挑戦、スタート。おっ、おっ、おっ、いけない、いけない。レッツゴー。違うのよ。初めて入るとは思いましたけど。ね、さすが。まあまあ、でもまだあと2人いるわけですからね。そうだね。これを決めれば絆成立。岡役西山さんの取った戦法とは。実は私、はい、バスケットボール部でして、中学生の頃部長やってたんで。わちょっとこれ、ちょっとジャンピングシュートでいこうかな。マジで。ジャンプでこう受け取ったまま、そう空中でボンと。かっこよ。さあ、西山さんの挑戦、水球スロースタート。おお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 できると思うか。見事絆は成立しましたが、さらにチームワークを深めるため、清水役上村さんに決めていただきましょう。追求スロースタート。続いては知識をテーマにみんなの絆をチェック。水球絆クイズ。はい、水球に関する問題を出題。ただし全員一致の回答でなければ即不正解となる。3問中2問正解で絆は成立だ。さあ、それでは早速第1問目に参りましょう。水球は4ピリオド制で、第2ピリオドの終了時には3分間の休憩が入ります。その休憩時間の名称を何というでしょうか。これってあれですか、普通になんか全スポーツで共通的なことなんですね。いいですか。だからだとしたら結構パッと思いつくことがあるっていう。じゃあそれでいきますか。それでいきますか。じゃあ皆さん一斉にフリップオープン。バン。ハーフタイム、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 ハーフタイムということで、全員の答えはハーフタイムで揃いました。さあ、果たして正解はこちら。ハーフタイム。素晴らしい。追求ならではの問題ではあるんですが、間の休憩は全部ハーフタイム。2問目は、水球で競技中に使ってはいけないものは何。両手の他に禁じられているものとは。握り拳ということで、みんな正解。抜群のチームワークを発揮し、2問連続正解で見事絆成立。最後は西田総監督からスペシャルクイズ。
リメインに関するインタビューと合わせてご覧ください。 VTR VTR。 リメインの西田総監督にスペシャルインタビュー。リメインの見どころを教えてください。水球をアニメーションで描くっていう部分が面白さの一つかなと思ってます、はい、水球を柱にした家族と仲間の群像劇なので、そこのこう広がりを楽しんでいただけたらなとは思ってます。自分も高校の時に水球部で赤いシュートって映画があって、わざわざみんなで見に行ったりしたんですね。だからそれだけそう水球関連のものが少なかったんで、会った時は飛びついてみんなで見に行くんですけど、だからこそまあ水球やってる方がいた時にその辺の水球あるあるとかリアリティと、あとは会話劇なので役者さんのセリフ以上のニュアンスとかが出てると思うんで、その辺を楽しんでもらえたらなと思います。へー。西田総監督が好きなキャラクターは誰ですか？これ難しいですね。全員それぞれちょっと思いがあるので、ごめんなさい、ちょっと決めきれないです。キャストの皆さんの印象を教えてください。本当にみんなうまいなっていうのが一つですね。リアルに芝居していただける方をと思ってた中で、まあ、皆さんの声を聞いてもう7人バッチリだったんで、いやすごいいいんですよね。わけあいあいとしてるし、それでいてピリッとしてるとこはちゃんと切り替えて、人柄と才能が素晴らしい人です、うん。完成したアニメをご覧になった時の感想は？まあ、自画自賛ってあれなんで、まあ、本当に見ていただいた方に判断を委ねるしかないですけど、スタッフ一丸となって全力尽くしたので悔いはないです。かっこいい。素晴らしい。西田総監督と水球、その出会いを聞いてみました。僕は本当に出会うつもりなく出会ったというか、中学高校がエスカレーター式の学校 で中学で水泳部に入ったら、高校に上がったら水泳部がなくてなんか水球部になってたんです。だから自然とやらないといけない流れだったっていうのが強引な出会いだったんですけど、水泳部のメンバーがそのまま水球部になるので個人競技なので、チームだったけど自分が頑張らないとっていうのがあったんですけど、チームで戦ってる感じがより水球で味わえたので、それはとっても楽しかったです。ここで水球に関するとっておきのクイズ。それではここで私からの問題です。水球選手時代最後の試合で思い残したこととは一体何でしょう？いやプライベート？いや水球選手時代ですけど、水球ど真ん中問題ですよ。さっきのあのキーパー持ってきてもらっていいですか？もう一回やっとく、うん、最後の試合出れてるのかな。もう特別よ。ありがとうございます。監督が試合に出れなかった理由は何ですか？皆さん答えをまとめていただきたいんですが、書けましたか？はい、一斉にオープン。ダダン、振られた海パンが濡れちゃった。お腹いたたで出られなかった。で怪我しちゃった、で拳使っちゃった。それはやっぱりね、出ちゃったか。正解はこちらです。正解は最後の試合直前で盲腸になって試合に出られなかったです。僕中心選手だったのに出られず、まあ、ボロ負けしてしまったっていう思い出があります。苦い思い出です。正解は盲腸になって出られなかったでした。切ない。ということで、まあ相馬ちゃんの近かったけど、やっぱここに盲腸というフレーズは出るか。そんなもん3問中2問正解できたということで、絆成立です。はい、絆をがっちり深めた山並高校水球部のキャスト陣。それでは本日最も輝いた MVP の発表です。はい、ある本日の MVP はババン、広瀬さんでございます。広瀬さんの新たすぎる一面がね見れた気がしまして、とっても今日ね盛り上がりました。ありがとうございます、うん、でも後半ちょっと気にしすぎて全然喋んなかった。なんかその後半気にしてんだろうなっていうところも含めて本日の MVP でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。 MVP に選ばれた広瀬さんにはリメインにちなんだこちらを贈呈。水着でございます。しかも
もこれ水球用の水着でございます。さらにキャプテンが熱いメッセージを入れてプレゼント。 MVP おめでとうございます。ちょっとごめんなさい広瀬さん、ごめんなさい、喋りながら書いてたらこれ本当マジシンプルミス広瀬になっちゃった。ちょっと待って広瀬さん MVP イエイエイウォンウォン。水球をやるときはぜひ履いてくださいね。それでは最後に主人公清水湊を演じる上村さんから番組をご覧の方々にメッセージをお願いします。今回このメンバーでお届けしたんですが、まさにアフレコ現場の雰囲気そのままというか、もう部活みたいな、もう男子校みたいな感じで、やらせていただいております。西田さんのもとですね、その追求にかける思いを、みんなでお芝居でぶつけながら丁寧に作品作っていますので、3話以降もですね、ぜひ皆さんにリメイン楽しんでいただければなと思っておりますので、これからもリメインどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ということで以上山の井高校水球部作戦会議でした。せーの、バイバイ。